はい、こんにちは、ピカですけどね、コントローラーでどこまでねシミュレーター系のねゲームができるかっていうのはね、みんな疑問だと思うんだよね。それをね今日はね解き明かしていこうと思います。いろんなねシミュレーターでコントローラーでねゲームをやって、これがねうまいかどうかちょっと別としてできるかどうか、これね練習してってこううまくなるかどうかっていうのを見極めたいじゃん。ハンコがいるのかどうかっていうことだよね。だからそれをね結論をね出したいと思います。はい、まずはねコンシューマー機最強のアセットフォルサコンペティオンですね、まあ、今回ねちょっと PC 版でやってるんですけど、これね PS5 版 PS4 版でもほぼ同じなんでね、画質がねちょっと違うだけなんでそこはね関係ないんで、で今回使うコントローラーはこちらですね。はい、PS5 のコントローラーを PC につないでねやってます。まあ別にこれ何でもねいいんで、 PS4 のねコントローラー、 Xbox か Xbox のコントローラーだったらすぐつくんだよね。まあこのね PS5 のコントローラーすごくよくできてて、刺せば使えるんでねすごい便利なんで、今日はねこれを使っていきたいと思います。はい、いきなりねレース検証ということでレースやっていきたいと思います。車はランボルギーニですね。それで今回ね全部ねレースで検証していこうかな。全部レースになるのかな、わかんない。はい、ローリングスタートですね。めちゃめちゃリアルだよねこれ。ハンドルはね一番こうゆっくりね、こうセンター付近がゆっくりなるカーブでねやってます。どういうスタートだっけ、俺先頭からだな。さあ行け、スタート。インスタート来たぞ。ストレートはね当然問題ない、全く問題ない。まあブレーキングもねこう、ABS がある ABS があるゲームなんでそこも問題ない。問題はステアリングだよね。あ、ちょっと突っ込みすぎた。あー突っ込みすぎてちょっと一度行かれた。あーもう一度行かれる。粘れ、次イン側だ。よし、ちょっとねアクセル音が遅れて前は離れていったけど、ブロックライン本当ね、この微妙なハンドルの切り具合、これがね難しいよね。このぐらいのとこ難しい。でもね、うまく、まあ、コントロールはできる。アクセルオンで立ち上がり重視。ちょいアクセル戻して縁石乗って、いやー追いつくぞお前。トラックリミット超えたね。すぐねハンドルがカクンって切れちゃう、そこをねうまくコントロールしなきゃいけない。あーちょっとブレーキ残しすぎて流れたけど、まあいいね。まあさすがに PS4、PS5 で発売されてるだけあって、まあコントローラーでもほぼ違和感なく、あーいいに入られる。ちょっとブレーキを戻してアウトに膨らんで、その分立ち上がりが遅れて行かれるね。もう一台は行かせないスリップ入って、あーちょっと待ってちょっと待って、やってもた失礼。今のはハンコンでもやっちゃう感じだな。コントローラー関係ない。突っ込み微妙なね、アクセルとブレーキのコントロール見ていただければ、右下にね出てるんで。 PS5 のコントローラーストロークが長くてめちゃめちゃやりやすい。微妙なアクセルコントロールしてるやん。これができるのがコントローラーでもね本当にできる。むしろコントローラーの方が素早くはコントロールできる。ストロークが短いからさって戻したりさって入れたりするのが楽だよね。まあ、問題はステアリングの方なんだよな。2ワイドできますか。
ちょっと待った。はい、アセットコルサコンペッチオーネね、コントローラーでやりましたけど、まあ、感想から言うと本当にね、できる、普通にできる。まあ、タイムからすると、まあ、ハンコンよりは、俺の状態だとね、まあ、慣れてないから、コントローラーでね、ちょっと落ちるけど、これ突き詰めていくと、そんな変わんないとこまでいける。もしくは、なんか切り返しが早かったりとかっていう有利な点もあったりとかするんで、かなりいいとこ行くんじゃないかなっていうね、風に、まあ、チューニングされてますね。さすがにコンシューマー用のソフトだけあって、アセットコルサコンペッチオーネを、コンシューマー機でやるときに、コントローラー、ハンコンがいるのかどうか、コントローラーできるのかどうかっていうと、完全にできます。そして、やり込んでいくと早くもなると思います。で、コントローラーでやってもね、あんま意味ないじゃないかって思うかもしれないけど、車の基本的な動きなんで、コントローラーで練習しても大丈夫だと思います。はい、じゃあね、次のゲームやってみたいと思います。エイデン、いい走りだ。集中しろ。はい、ということで、次のゲーム、F1 2021最新版ですね。これをやっていきたいと思います。これのキャリアモード、最初のレースですね。めちゃめちゃやりやすい。やばいじゃんこれ。何これ、あいえ、イエーイ。え、これ何、なんかわかんない。うまいぞ、よくやった。めちゃ褒められた。音途切れた。おい、滑る。すげえやりやすい。アセットコルサコンペティオーネからやり替えた感じ。ステアリングめちゃめちゃやりやすいね。ほんと自然なステアリング。入った。めちゃくちゃいい。そしてこの PS5 のコントローラー、このゲームだとなんかブレーキ硬くなったりするな。これトリガーがね、硬くなったりするっていう機能が、後ろとの差は多少動いてる感じですよ。いや、気のせいかもしれない。あー、これやりやすい、まあ、やりやすいのがいいかっていうと、どうなのかちょっと分かんないけど、失礼。おお、めちゃくちゃいいよ。ちょっと巻き込むね。なんだろうハンコンよりやりやすい。ハンコンよりやりやすい。なんか若干ステアリングアシストっぽい感じが入ってるのかもしれないね。めちゃくちゃやりやすい。飛び込みやすい。あんまりこうなんかブレーキかけて荷重をかけて、その荷重を抜きながらね、ターンインしていくっていう、制動力を横向きの力に変えていく時のブレーキとステアリングのバランスっていうのをなんかあんまり意識しずに、ドーンって踏んでキュッて曲げたら、まあ、ある程度意識しなきゃダメか。そこまでゲームっぽくはないか。でもこうやらしたいことはね、結構明確だね。だからゲームだからって言ってこう実写と違うのかっていうとそうじゃなくて、もちろん違うんだけど、その要素は入ってる。早く走る、実写でも早く走るためのそういう要素が入ってるって感じだね。いや、めちゃくちゃいいじゃん。なんかなんだろう、むしろなんかこっちもターンインしてる感じが、なんだこれ、なんかタイヤを使ってる感じが、言い方ひどいけどハンコンより分かりやすい。なんだこの感じ、ハンコンよりリアルかもしれない。ファイナルラップだぞ。何これ、
スタリングアシストオフだけどね、これ。一応トラコンだけミディアムで入れてますね。これはね、これはね、もうF1 2021 F1 シリーズはこれね、まあ、誤解を恐れず言えばコントローラーでやるゲームだね。なんとなくそういう気がする。コントローラーで楽しめる超リアル F1 シミュレーターだから、何をシミュレーションしてるかってことだよね。むしろコントローラーでやった方が F1 っぽいんだろうな、これきっと。なんかハンコンでやるとね、余計なことしなきゃいけないみたいな、実写にはない余計なことしなきゃいけないんだけど、うわーいいじゃん今のさ、ちょいブレーキかけながらのターンインとか、なんかこう本当に いいよ。タイヤを感じるもん、これ。何のね、インフォメーションもないんだけど、タイヤを感じるってすげえな。あー、これはすごいわ。わ、すごい。勝った。よくやったぞ、エイデン。エイデンなんだ、俺。おめでとう。よし、いいぞ。はい、ということで F1 2021は素晴らしい。いや、もうマジでコントローラーの方がいいかもしんない。コントローラー用に作られてるわ、これ本当に。なんで、なんだろう、ハンコン持ってないからちょっとコントローラーだとちょっとリアル感がないなみたいな風に思うじゃん。だからなんかハンコンないのにこれ買っても意味ないわと思うかもしれないけど、いや、これも違うね本当に。むしろコントローラーの方がゲームの作者の意図として体験させたいものを体験できるっていう感じがします。なんでぜひね、 F1 2021コントローラーでやったらどうかなっていうね、ふうに思ったりもする。ちょっと次のゲームやっていきたいと思います。はい、次ね、 WRC9 やっていきたいと思います。行くぜ。10がね、もうすぐ出てすごい期待してるんだけどね。俺の好きなゲームの一つですね。全然できる。コントローラー、むしろコントローラーでできるように作られてるというよりはコントローラーで体験できるようになってるんだな。変わんないもん、ハンコンと ほぼ。何これ、おい、こら。最初ちょっと慣れなかったけどすぐ慣れる。いや、つまりこれ本当にね、すごい。コントローラーでも、いや、そしてコントローラーが速いっていう、こういうことやね。マイナス出てる。ギリギリ寄せられるし、十分人馬一体だぞこれ。むしろハンドル握ってるのと変わんないわ。あ、これはいいね。スピンターンもめっちゃ決まるし、これハンコンいらない時代が突入してんのかな。むしろちょっとアンダー出た。アンダーの出方までなんか本当にね、イメージハンドル握ってるとほぼ変わんねえな、これ。いいじゃん。パーテックには悪いけど、ハンコンいらんかもしらん本当に。あ、でもハンコンで
まあちょっとあそこはハンコンの方がうまくいくかな。まあ慣れてないってのはあるかな。さほど慣れてなくても、うわ普通の走るじゃん。あースピンス、サイドのストロークがちょっと短いな。さすがにボタンだから微妙なところだよな、違うのは。あそうだ、今のところもこうちょっと右に振ろうとして左に振っちゃったから、ちょっとこうねステアリングの微妙なねところと調整っていうのは、いや どうなんだろうね。微妙なところはできないけど大胆な動きはできるから、だからまあ一長一短っていう意味でもある。ああそうだね、ちょっとやっぱブレーキのストロークもギリギリの本当にこうスピードの勝負ってなってくると、細かいところのコントロールがしやすいかどうかっていうね。慣れの問題もあるのかな。あえてサイドを使わずに流れすぎるから、あとはチョンってチョンってやる練習だから。あーチョンってね、そうか、サイドはやっぱ強さというよりは長さで。あそうだね、決まった。うん、サイド決まるようになった。あーちょっと待った、俺が見てなかった。すごいとこ行くな。幻の日本 WRC。 さあ Into right 4, 30, keep left. Right 3, keep in, 30. Right 4, narrows, keep middle for finish. いいじゃん、いいよ。ゴール。はい、ということでね、やってきましたけどいかがだったでしょうかね。アセットクロスコンペティオーネ、これはコントローラーだとちょっとやりづらいなっていうところは最初ねあるんだけど、やっぱね微妙なところをうまくねスティックでコントロールできるようになってくると意外とねいいのかなと。うん、やりがいがあるっていう感じ。パッとやってうまくできるかどうかっていうのはちょっとなかなかね難しいけど、慣れればうまくできるようになるかなっていうふうには思います。そして F1 2021、これはねむしろコントローラーでやれっていうゲームだと思うね。かなりコントローラーで体験できることが多い。むしろハンコンだとね、なんか余計なことしなきゃいけない、余計なコントロールがいるみたいなイメージがあって、ハンコンでやってるとなんかやっぱりこう PC のねシミュレーターの方がやっぱリアルなんじゃないかなって思っちゃうんだよね。だけど片やねパッとねこうコントローラーでやると、あこれが F1 体験なんだ、 F1 の体験をするっていう意味で言うと、まあコントローラーでやるべきソフトなのかもしれない。なんかこうハンコンは二の次っていう感じ。そして最後 WRC9 に関して言うと、これはねなんだろうな、やっぱラリー走ってますっていう感じ。ハンコンだとねやっぱりこうねヒルアントーができたり、ミッションでコントロールできたりとか、クラッチを蹴ったりとかっていう、そういうねこう車を操るリアルな感じがあるんですよね。ドリフトする時もこう、まあ、ドリフトのソフトじゃないんだけど、 WRC はやっぱドリフトが基本だから、ドリフトの練習したいっていう時にもね、こういうのもいいかもしれない。うん、本当にね実写のドリフトの練習にも、実写のねラリーの練習にもつながるし、はたまたねパッてコントローラーに握り替えるとゲームとしてそれをねなんかこうコントローラーでも体験させてくれるっていうところがありますね。だからまあどっちでもいけるかなっていうね。だからなんだろうなまあ俺両方できるから、両方できる感じからすると WRC9 に関してはほぼ差異がないかなっていう、どっちでやってもいいんじゃないかなっていう感じ。はい、ということでまあハンコンがなければね、レースゲームなかなか
楽しめないのかなって思ってる人もいると思うんですけど、両方持ってる俺からすれば全然そんなことはないよってことはちょっとね伝えられたらなと思います。だから全然ねコントローラーでやり込んでも、まあ、ハンコに持ち替えた時にちょっと慣れればねもうすぐできたりとかっていうのもあると思うんで、でコントローラーでやっててもハンコンがなくても十分ねその実写のトレーニングとかドリフトの練習とかね、そういうのにはなると思いますよ。はい、ということでまたねこれやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。